はい、象の部屋です。今回は堀口教授は朝倉海に勝てるのか、レジェンドの大復活劇から検証についてです。格闘技界の今後を占う一戦が大晦日に行われます。朝倉海 vs 堀口教授戦です。世間の声は圧倒的に朝倉海選手有利で、格闘技業界の関係者はやや堀口教授支持となっています。ただ怪我の状態次第だと口を揃えて言っています。堀口教授は勝てるのか、過去のチャンピオンの似た事例がありますので、それをもとに検証していきましょう。試合相手が下馬評で圧倒的有利、 YouTube に力を入れている、目の前の試合ではなく次の展望を語っている、また自身の出身が膝が命の伝統派からであるなど、非常に共通点の多いチャンピオンがいます。誰かと言いますと、山崎パン祭り敗戦です。武道家らしい佇まいなど、堀口教授選手と似た部分もあるのではないでしょうか。山崎パン祭り敗戦は1回目の対戦で KO 負けしており、下馬評では安保ルキア選手の圧倒的有利でした。また安保ルキア選手は YouTube にかなり力を入れ、素人とのスパーリングなど YouTube に入れ込みすぎではないかなどの声も上がっていました。直近の山崎選手の試合に集中するのではなく、その次の試合として木村フィリップミノル選手との対戦を煽るなど、次のプロモーションに注意がいっていたようにも思えました。そして山崎選手は堀口教授選手と同じ伝統派空手出身で、前後のステップが命ですので、その命である膝を故障していました。相手の下馬評の方が圧倒的有利、 YouTube に力を入れている、直近の試合ではなく次の展望を語っている、自身の膝の怪我、伝統派空手出身など共通点が多くあります。この戦いの結果ですが、下馬評を覆し、1ラウンド山崎選手が圧倒的に KO しました。試合後はマサトさんに、アンポルキア選手は YouTube について苦言を呈されていました。 YouTube 活動自体というよりは、 K1 チャンピオンとして素人と殴り合うのは品格に欠けるというような趣旨だと思います。また山崎選手は勝った理由としていくつか挙げています。膝の怪我でできる攻撃とできない攻撃がある、それを整理して新しい戦略を考えた、また安保ルキア選手が蹴りから慎重にリズムを取ろうとしていたので、強引な攻めで流れを持っていき、そのまま KO したそうです。膝の怪我で戦略を新たにし、負けられない安保選手の慎重な立ち上がりを見事についた形です。負けられない状況に自ら追い込んだ安保選手の保守的な戦いと、もともと蹴りとストレートの長い距離で綺麗に戦う戦い方が悪い方向に出てしまったようです。ここでのポイントは、安保選手の負けられない守りに入った戦い方、山崎選手の膝を怪我したからこその新しい戦略、直近の試合への集中力です。特に直近の試合への集中力ですが、山崎選手は毎日のように安保選手の戦いを考え、よく夢にも出ていたそうです。1ラウンドから圧倒する戦略は前もって考えていたものではなく、試合が始まってからいけると直感で判断したとのことでした。何千回とシミュレーションをして、いざ試合で対峙した瞬間にひらめいたのだと思います。朝倉海選手は兄である朝倉未来選手の負け、格闘家 YouTuber の代表的な安保ルキア選手の負け、昨年の大晦日のマネルケープ戦の負け、赤坂に1億6000万円かけた海外対策のジムの設立など、負けれない要素がたくさんあります。また堀口選手は当たり前ですが、アメリカでアメリカントップチームで朝倉海戦に集中してトレーニングを行っています。1日2ブレン3ブレンしているそうです。あとは膝の怪我から回復して、新しいファイトスタイルが構築できているかどうかが重要になってきます。新しいファイ
ートスタイルができてるかどうかは堀口選手完全復活を語る上で忘れてはいけない。空手出身で膝からの怪我から完全復活した世界的レジェンドの選手がいます。それはまた別の動画で言及していきます。安保ルキア選手がホスト相手に苦戦し K-1 チャンピオンからただの安保になってしまいましたが、大晦日格闘家 YouTuber のトップとアメリカントップチームの武道家が勝敗を決します。楽しみですね。以上となります。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。それではさよなら。